肘ぶつけちゃった。ウニ登場。マスキングテープの粘着力はもうゼロや。いや結構いいよ結構ね粘着力まだある。さあもうすぐ16歳。今子そうよ。いやあとおつまここんばんまこおつまこおつおつこんばんまこ今日もアンテナビショーでありがとう。こんばんまこ皆さん、バラギフトありがとうございまこ。こんばんまこハートありがとうございまこ。尊いもありがとうございまこ。いいねギフトありがとうございまこ。こんばんまこ、あ網戸閉めなきゃ。網戸じゃないわ、窓閉めなきゃ。閉めるか。イエーイ。ウニ登場。あ、カーテンタイム。マスキング強すぎない？強すぎ。一回張り替えたから。そう、ココちゃんとの境地んちこっちよかったね。やったね。そうなの。25日はその子の誕生日の翌日なんですけど、ココちゃんと一緒に境地んちこっちやっためっちゃ楽しみ。今日さ雨で湿気でね髪の毛の調子が激悪なんですけどね、まあ、前髪は普通。今日寒い、まこ今日雨だからね。雨、今日あれ食べたよ。フルーリー食べた。こんばんは真っ黒まこ。今日は黒い T シャツを着ています。ハニーボーイハニーシナモン。お家で生きてる。これあのびっくりした。はぁ取れちゃった。粘着力なくなっちゃってきた。海の粘着力はもうなくなってきた。大丈夫ついた。黒で白飛びしないもん。白飛びしちゃう。今日急いで準備したからちょっとまだ服着替えてなかった。でも黒い T シャツかわいいから着たかった。16歳の大橋真子の初仕事ね。え確かに16歳初仕事栄ちんちこちん。イエイ。16歳初仕事か。確かに。キミちゃんも着ててな。あそうそう、キミちゃんとお揃いなの。あの一緒に買ったとかじゃないんだけど、なんかたまたまお揃いだったの。だから前一緒に着て自撮りしたことある。これかわいいでしょ。後ろ見えますか。あ全然見えなかった。このなんかかわいいクマちゃんの T シャツなの。えなちゃんが白持ってて、キミちゃんは全く同じ黒。はちみつボーイ、おつまこボーイ。期間限定のマックシェイク出るじゃん。マックシェイク？シェイクじゃなくて超オレオを食べた。
久しぶりに。配達配達、今日半袖で仕事したら寒かった。お家の中でずっと過ごしてるんで、今日ね珍しく散歩にまだ行ってないんですよね。今日早起きしなかったから、今日起きたの15時。いや16時、やばいよね。なんかずっと寝てて目覚めなかったのかな。15時間ぐらい寝たと思う今日。ギフトかわいい、ありがとうございます。ハートのたくさんありがとうございます。だるまもありがとうございます。ハート100個ありがとうございます。クローバーありがとうございます。だるま似合うかわいいありがとうございます。ハートたくさんありがとうございます。もはや気絶レベル、1日損してる。そう今日めっちゃ1日損したの、お散歩行けなくて。雨の力ってやばいね。いつか作ったスケジュール土曜日だけは祝日、祝日じゃないわ、休日だからいいんですよ。平日はいくつか作ったやつとは違うけど、結構いい感じのルーティーンで過ごせてます。あ、ちょっとメイク配信。なんかやっぱピンク入れたくなっちゃったんで、ピンク入れます。はい、できた。雨の日は散歩も休みで、やっぱ雨の日だから仕方ないかな。なんか今日ちょっと頭痛い。雨だからね。今日もナチュラルよね。今日もめちゃくちゃナチュラル。今日ね、あの秒速でメイク終わらせたので、今日もめちゃ、もうね、配信の準備30分以内で終わらせた。なんかマックフルーリー食べてたら5時20分とかになっちゃって、そっからね、あ、違う、間違えた。6時20分になっちゃって、で、急いでそっから準備して、7時までに。配信をしました。休日は予定を守る義務はないので守りません。そうなんです、休日は OK。 好きに過ごす。でも休日ちょっとね、あれだね、寝すぎは良くない。寝すぎて頭痛いんだか、あの分かんない、雨のせいなのか、多分雨のせい。めっちゃ寝た。16時はニート過ぎでしょ、2日分寝た。そう2816、1日8時間が、うん、頭痛いです。多分、ね、低気圧のせいの痛さ。これはニートマコ。名古屋雨、なんかでも結構なくなったかも。寝すぎだろう、ね、寝すぎはよくない、雨のせいだと思う。逆に寝すぎて毎日配信途切れたら怒りますね。私も寝てさ起きたら8時過ぎてたとかじゃなくてよかったなって思いました。でもなんか寝てて起きたら夜ってことはさすがになかった、人生で一度も。あ、途中で早く起きちゃった時以外は初めて。マックには行ったのか、配達です。うん、散歩も自粛なのか。散歩を、まあ、夜しようか迷ってる。雨のおつぼさん、ウーバーイーツ、そう、な、本当はチーズナンとかをあの頼みたかったんだけど、なんかいいのなくてやめた。曜日日にち感覚が狂ってる。多分今日は16日か。あれ、うん、今日は16日です。今日は土曜日っていうのは分かる、曜日はね分かるんだけど。
16だった。一口立てたは興味あるね。だけどチキンナゲット食べた。マックってウーバーできるんか。できるよ。あとおつまこ、こんばんは。すぐに着替えますね。ありがとう。ニヤバ来てね。目寄せようとして、ちょっと目をね、寄り目にしようとしてる。一口立つと気になってるけど、しょっぱいナゲットなのかな。ちょっと目近づいた気がする。ちょっと目近づいたかな。なんか寝すぎてクマができた気がするんですけど、今日なんか今日クマっぽい目の下。なんでなんだろう。やっぱ黒い服を着るとちょっとダメだね。光飛びしちゃう。奇跡の距離感だから。奇跡の距離感。一口させて私も食べたい。ハートギフトたくさんありがとうございます。かわいいもありがとう。しげちゃん離れるだけ。そう、寝すぎです。寝すぎです。寝すぎかな。寝すぎて寝すぎてちょっと目の下がクマですかね。なんか光飛びしてるんだけど、顔がこの辺が暗い。睡眠学習マコラムネシェイクのやつ。ラムネシェイクが新作気になる。じゃん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 。寝れるのは幸せだよね。寝れるのって幸せだなって。なんか上からなんか羽織ろう。なんかなんだろう。暑いなこれは絶対。いやいや、よいしょ。今日ここが割れる前髪が。クマみたいに可愛い。ありがとう。24日は22時まで配信かな。そうかも。22時まで配信できるかな。でも20時を超える配信したいな。なった。寝る間子はよく育つ。寒いの？寒いんじゃなくて光飛び防止のため。眉毛いい感じ？そう？今日なんかいつもより可愛い。本当に？ありがとう。なんでだろう？今日そんな可愛くない。どうなんだろう？今日漏れてるの？ショールームのクマいつ届くんだろうね。ギフトハート100個ありがとうございます。クローバーもありがとうございます。ツン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 ね。20時を超える配信は不思議箱ね。うん、今までの人生で8時以降に配信をしたこと本当なかったのに。当たり前だけど、うん、当たり前だけどなかったのにね。ついに20時以降に配信ができるようになると。配信時間17時から22時とか、もはや夕方のアルバイトレベル。え、5時からとは言ってない。7時、19時からとか。あ、15分経過しました。 108日連続配信中。イエーイ。やった。108日です。108匹の猫、108
18日連続配信中。やったね、おめまこ、おめでとうございまこ、イエーイお疲れってギフトありがとうございまこ。煩悩の数が108なの？そうなの？やったね、パチパチパチ。108匹ウニちゃん101匹ウニちゃんのよ。108は煩悩の数なの？ジョヤの妻子、あ、ジョヤのや金ってさ108回だっけ？100回じゃないの？ハートたくさんありがとうございまこ。バラありがとうございまこ。ハート100個ありがとう。で、野球のボールの縫い目も108なの？本当に？仏教の考え、108。日おめまこ、ジュエの金で108回なんだ。100回だと思ってた。なんでさ中途半端な数にしたんだろう。中途半端だから煩悩ってこと？中途半端はよくないぜってこと？どういうことなの？まつげの調子置き？何、メールの写真は何でもありません。メールの写真は可愛くない？可愛い？あつ森だねあつ森あ、今日ねあつ森しあんましてないんですけど、今日ねずっとあつ森を BGM にしてたの。あの人気に住民ちゃちゃまるくんがいるんですけど、私の島には最初からそのあつ、あのちゃちゃまるが歌ってたんですよ。だからたくさんねもう曲をね最近毎日買い始めたから、いろんな曲流していろんな曲をちゃちゃまるに歌わせるっていうあの BGM って感じにしました。竹な、本能寺の変、本能寺の変、懐かしいね、本能寺の変、本能寺の変。え、めっちゃ懐かしいじゃんこういう曲。めっちゃ懐かしい、めっちゃ流行ったよね昔、小学生とかぐらいの時かな、中学生かな。本能寺の変多分小5、6ぐらいの時に流行った。本能寺の変、作詞作曲はおつまこ、つまり住民の喋り方真似してめっちゃむず。おつまこ、108匹のちゃちゃまる、懐かしすぎる。え、その歌知らない？本当に？東京限定で？本能寺の変。馬辺のココちゃんとのハートの画像可愛すぎた。ありがとう。なれ可愛いでしょ。本能寺の変のコンビ名忘れた。え、わかんない。なんだっけ？カラオケ配信。2000年代生まれじゃない。つまこも友達と踊ってたの？踊ってません。本能寺の変やっぱ芸人に詳しいの。あれってでもさ、芸人っていうのはなんかネットで YouTube とかでめっちゃ流行った感じじゃない？エグスプロージョン、へえ、なんか難しい名前すぎてわかんない。友達がいない、一緒に踊る友達はいない、踊んないってあの服はココちゃんとお揃い、そう、あのたまたまお揃いだったの。あの服もあの黒いワンピース、まこが着てる方の黒いワンピースキミちゃんも持ってるらしい。結構ねキミちゃんとね知らぬ間にお揃いだったみたいな曲、服が結構あるよ。ウニのウジの変、ウニのウジの変、ウニちゃん、え、ウニちゃん本能寺の変の時いなかったくない？もしかして多分ウニちゃん生まれてない、多分。本能寺の変は生で見たおつまこさん、何年前の人よ、何百年何千万年前の人。
スマコはヤンキーになってしまう。キミちゃんと趣味があるね。でもキミちゃんの服めちゃくちゃ好き。うん、欲しいなって思うぐらい、あれの服めっちゃ可愛い。本能寺で撃たれたわ、つわこさん。つわこさんモブキャラ戦闘にうわうわーって行く人じゃない。うん、なんかこうダダダダダダうわーってみんなでなんかこういっぱい群れでわーって言ってうわーぐさぐさぐさって刺されてすぐ死んじゃう人。足軽マコモブキャラ。あつわこは織田信長。あ、つわこ織田信長でよかったの。じゃあ織田信長。織田おつまこ信長。おつの部分が、あ、姫、あ、そう、姫っていう発想なかった。じゃあおつまこ姫で、引きこもりの姫ってことで。信長のシェフは実はおつまこ。信長のシェフってさ、ドラマみたいになかったっけ。見たことあるかも。なんかタイムスリップして、なんか料理人がタイムスリップして信長のシェフになっちゃいみたいな話でしょ。うん、おつ姫って音姫だ。確かに。じゃあ音姫で。おつ姫ってことで。ドラマってあったよね。よく知ってるね。なんか録画してたのかな、わかんない。コンチェルトではない。信長コンチェルトではない。多分おつ姫いいね。協奏曲と書いてコンチェルト。ドラマに2シリーズあったっけ。そんなあった。コンチェルトは小栗旬。はあ、あー、確かに確かに確かに。医者のやつなら知ってる。それはジンや。それはジンだ。ペニシリンです。これはペニシリンですか。なんかみんなさ、タイムスリップしがちだよね。タイムスリップしすぎじゃない。最近、最近ってか最近じゃないな、昔ちょっと前のドラマ、なんかみんなタイムスリップしがちだった。それは芸人のモノマネ。ペニシリンですか。綾瀬はまこ、綾瀬まこ。 JK が戦国時代にタイムスリップするドラマもある。そうなんだ。めっちゃ見てるやつ。ああ。ああ、足軽。あ、足軽。足軽だ。そうだ。あ、そっか。ママがめっちゃ見てたやつだ。足軽、足軽。確かに、そういえばなんか私はね、女の子の方が主役だと思ってなくてさ、男の人が主役だと思ってたからさ、全然タイムスリップとか思ってなかった。あれ、タイムスリップだった。そういえば。え、女の子主役だよね。うん。でもね。今日は過去をしみじみ振り返る配信かも。確かに。足ガール再放送してる。若君様タイムスリップしたい。え、絶対江戸時代とか行きたくないよ。絶対嫌だ。未来ならワンチャンある。でもなんか未来ってでもなんかシステム強そうだから、なんかさ、紛れ込めなさそうじゃん。なんか働けなさそう。え、なんだっけ。あ、信長あれか。小栗旬がなんか、あ、信長になるんだっけ。うん、そう、信長と瓜二つでなんか、え、ちょっと信長がちょっとよろしくみたいな。そう、逃げられて、そう、めっちゃ面白かったあれ。え、さ、映画見に行った。映画、ああ、そう、映画化したか。はあ、ははあ。小栗旬呼び、あ、ごめんなさい、小栗旬さん、すみません。小栗旬さんがさ、小栗旬。あ、確かに江戸時代なら iPhone8 で生きれますよ。確かに。
エイトでも生きれるよね。これこれスマホなんですよみたいな。確かにちょっと電波が圏外みたいな。まあ昨日。電波入らない説、確かに電波は入んないけど圏外だけど、圏外でも写真は使えるでしょ。 iPhone8 にしたの、あ私 iPhone7 だったわ。勝手に自分が iPhone8 だと思い込んでしまったけど iPhone7 でした。私はそう iPhone7 でも生きれる時代、これが写真っていうものなんですよみたいな、そういう生きりができる。充電しようと。リアルに10年後がいいな。え10年後確かに。えなんかでも5年後とかだったらなんか今と大して変わんなすぎて、今これ現実どっちだろうみたいななっちゃいそう。花より団子とかイケパラってまこちゃんが小学生になる前のドラマなんで。えそうなの、見たことあるけど。お団子食べたくなってきた。え、お団子食べたい。うん、モバイルバッテリーをたくさん持っていくわ。え、絶対江戸時代とかは行きたくない。昔は絶対行きたくない。未来にタイムスリープしたら iPhone7 は確かに恥ずかしい。みんなめっちゃさ、もうすごそう。みんなもう空中でこうやってチャッチャッてタッチしてそう、ね、将来はあのあれかな、なんだっけなんだっけ、あソードアートオンラインのみたいにこうピッ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 みたいな感じでピッピッピッって空中にピッピッってして、あのクローゼットを開ける時もなんかボタンピッってしてなんかシューみたいな、そういう感じ。 SAO 空中にタッチするやつがあるみたいな、それすごいよね。ウニ生きてますか？ウニ生きてますよ。 SAO 知ってるのか？ソードアートオンライン、いろんな多いよ。ピッ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 ピー。 iPhone100、 もう iPhone100 になってるかも。21世紀は車が空飛んでると思ってた。さすがにまだ飛んでなかったね。え、でも飛ぼうと思ったら飛べるやつあるんでしょ？あのすっごい高くて普及してないけど。ペッペペペッペペ。最近流行りの異世界転送系の漫画を、ああ異世界生活じゃゼロから始めちゃういいみたいな。ゼロから始めちゃいいな異世界生活。ドラえもんいるかと思った。そんないませんでしたね。え未来でも平日の昼間からゴロゴロしているの自信がある。確かに私も未来でもこうやってなんか横にこうやって寝転がりながらピピーってこうやってゲームしてそう。そんな気しかしない。だから多分未来になっても動物の森最新版が出てることを願ってる。多分ね、飛び出せ動物の森って2010年とかだっけ。で今あ2011年とかにリリースされたでしょ。で今2020年で9年後とかにしたらまた集まる動物の森の最新作が出てるかもしれないから。でもあれ以上もうなくない。えでも次は VR VR 動物の森で VR がもっと流行りまくって、もっとゲームとか VR が当たり前だろみたいな。めっちゃさ相談したないみたいな世界がいいな。あいいね。なんかさもう寝ててさもうなんか死んじゃってなんか2年近くゲームしてたみたいな、うん、いいね。そういう世界がいいな。殺されると本当に死んじゃうやつ。そうそう、殺されると本当にあのモブは死んじゃうから。やだ。あの超強くなんないと、うん、キリト君の使い手ぐらいになんないと死んじゃう。リアル動物の森に今ここね。動物の森で殺されちゃうかも。いやーやばい。確かに集まらない動物の森。大橋山子さんの未来展望怖い。未来予想図って楽しいね。あのもういつかの時代はもう VR でおうちゲームするのが当たり前になるでしょ。
今もうすでに VR で遊んでる人もいると思うけど、なんかまだ VR ってちょっとさ最新すぎてなんか手が出せないっていうか、なんか VR がもう DS とかスイッチぐらい当たり前になって、でそしたらもうなんかあもう VR の時代ですわーって感じになったら VR 版動物の森が出るんですよ。次の名前どうしようかな、次の集まりの名前。みんな VR つけてたらシュール。みんなおうち時間だから人に会わなくなるから、そしたらもうみんな VR。 うん、VR は部屋でうろうろしてこうやってこうやってVR まこなんだっけ。ソードアートオンラインってゲーム始めるときなんて言うんだっけな、なんだっけ集まり VR の森、違う違う、動物の森、なんとか動物の森って名前は変わらないでしょ。おいでよ、なんだっけ、街へ行こうよ動物の森、飛び出せ動物の森、集まれ動物の森、ポケット動物の森、次はうーん世界へ動物の森でいいんじゃない。次はだからポケットとか集まれとかどうしようかな次。うん、なんかひらがなカタカナ系だよね。次はなんだろう、ステイホーム動物の森おつまこ動物の森、行ってこい動物の森、さらば動物の森うん、私の今一番の願いはとんがり帽子のスイッチが出てほしい。スイッチ版のとんがり帽子が欲しいな。 3DS 終わっちゃったよね確か。未知です動物の森、働け動物の森、あっぱれ動物の森、帰ってきた動物の森、スペース動物の森、あリンクスタートが SAO の入るときだ、あそれだ、そうリンクスタートーって言ってあのデレレレレデレンデレンデレンやばすぎデレレレデレンって始まる動物の森が始まるVR で時代は動物の森をやるっていうそうめっちゃ面白いじゃんあニコニコ動画が復活してニコニコ動物の森、あもしかしたら、あそうそうだ、未来は新しいものが生まれるんじゃなくて、そんな感じでちょっと昔あったものがまた蘇るみたいなのがあるかもしれない。ニコニコ動画とかがもうまた来て、もう YouTube を超えちゃいして、なんかもうステイホームニコ生みたいな、ニコニコ動画みたいになるかもしれない。で、うん、時代はもうここにコメントがねボボボボって流れる時代になるかもしれないリバイバルのパターン、そうそうリバイバルのパターンかも。レトロブーム、タランチュラに刺されたら死ぬ。次の動物の森どうしよう、生きろどけるな動物の森、シンプルに動物の森。あー VR だと飛び込め、あいいね、飛び込め動物の森いい。うん、任せろ動物の森。次は眠ろう動物の森とかいいじゃん、 VR だから、そう、ね、もう眠っちゃいって感じ。眠ろう動物の森、リンクスタート、デレ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 
チャン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 、うん、やっぱつもりだなって。いやもう、え、 VR 楽しみだな。多分10年したら VR で動物の森最新作が出るんでしょ。みんなみんなね、多分次のあつ森の発売日は6月何日とかで VR の動物の森が出ると、私予言したいと思います。もう自分自身が服着替えてそれがゲーム上で反映されるくらいにはなってるし、え、でも逆が良くない？もう自分がゲーム内で着た服がもう現実にもできるよみたいな。おつまこさん任天堂関係者説、そう10年前も 3D やら VR 行ってたもん。あら、そうなんだ。でも 3DS はまあね、実装したじゃん、実現したじゃん。だけど正直 3D モードみんなオフにして使ってるじゃん。9年後の100インチの 8K テレビ、せめてゲーム内では生誕でほしい。頑張るか。26歳も動物の森にはまる荒さをつむこ、そう、おつまこさん多分10年後とかの、11年後のおつまこさんはお家帰ってきて、はぁ、疲れた、もう疲れた、あ、もうしんどい、もう現実逃避したいって言ってカチャッリンクスタートで、あつ森が、あつ森じゃない、なんかしら動物の森が始まって、なんか無双し、なんかもう現実からも離れて超楽しくなって、なんか気づいたらもうなんか深夜の2時とかになって、あ、やば、もう寝なきゃみたいになって寝て朝起きて、はぁ、疲れたってまた生きるっていう。 VR ってさ、やめられないよ絶対ゲーム。でも私絶対いつか、でも VR ってゲーム集中されすぎそうじゃない？だけど VR つけててもこうやってなんかお菓子食べながら、なんか食べたいなって思ってなんか食べながら絶対 VR でゲームしてる自信がある。うん、26歳のおつまこさんも大して変わってないです。多分疲れたって寝ようみたいな感じで生きてると思う。帰ってきて足のむくみ取んなきゃって言ってそうなったが、帰ってきて速攻メディキュット履いちゃいみたいな。どこから帰ってきた設定なんや、仕事してる未来思い浮かんで、あー仕事疲れたーって帰ってくるかもしれないし、それかもしかしたら在宅でこうなんか仕事して、あー家で帰る場所 VR みたいな、ありそう、思った。 VR でカニ見ながらカニカマ食べる。いいな、ちょっと VR の世界で走り回りたい。なんか今からでも VR のなんかゲームしたいな。でも VR 買うってないな、高いな VR。 未来は AI に仕事取られて仕事ないかも。あ、なんか AI の電源スイッチを入れるだけでお給料がもらえる世界ってこと？じゃもしかして最高じゃん。26歳まだまだアイドルやります。え、もうアイドル今1年経ったからあと 9年とかでしょ、25歳とかでしょ、で10年やれそうな気がしてる。おつある、おつまこ26歳だと斎藤さん30歳、えやば、確かにお姉ちゃんが30代とかになってるって想像つかないな。10万円で VR 買おう。10万円とかするの VR って。そこ暇だからゲームで散歩する、まこう。確かに暇すぎてずっと VR の中で散歩してるかもしれない。で電源も AI が管理するの？だよ、
ダメだよ、 AI に仕事取れたら、あの電源ボタンを押してあげる仕事になるから。私はそうっす。 AKB の VR ちょっとだけ見た。あ、そっか、私たちも VR の中に入っているのか。うん、20歳過ぎたらあっという間。あ、そうなの。じゃあ私30歳になったら何するの。結婚してる。あ、結婚してるそうです。30歳のお姉ちゃんは。だるまたくさんありがとうございます。紫だるま、あっという間のおつまこ、 VR おつまこ。10年後まこちゃんがテレビで活躍してると嬉しい。そうかもしれん。主婦、娘におつと名付けるおつまこさん、やだ。だるま100個ありがとうございます。ありがとう。その頃斉藤さんと結婚してるもこ、何言ってんですか。え、現実は厳しいって。おつまこタレントにやろうよ。娘におつわらわら。斉藤さんの子供の名前は多少つくのか。タタサさんの子供はどうなるんでしょうか。しん、え、やだ、かわいそう。タソ、どんな感じでタソにするの。タは田んぼの田で、ソはあのソのソ。かわいそう。いじめ待ったなしで。厳しいマコス、厳しいマコだよ。もしかしたらでも最近でもそんなみんなキラキラネームしてるから変な名前でもなんかそんな何も言われないんじゃない。なんかそのうちピエンちゃんとかさ いそうじゃん。ピエンちゃんとかいそうじゃん。だからタソ、そうタソ、めっちゃみんなタソに笑うじゃん。いいな、10年後生きてるといいな。10年後のつむこさん、今と変わらず別に劇場公演出てそうな気するな。ね。そのそで草。そのそ。そのそ。上司の名前がピエンとかつらい。ピエンって星があった。そうなの。100年先も愛を誓うよ。100年したら死んじゃうよ。10年後もうちは降るよ。おお、ありがとう。80歳までやってくれね。生きてるかな。80歳には私は多分生きてない予定。10年後も好きなの。そう、10年後もアイドル多分。パオンとピエンのコンビ希望。パオン、え、あれじゃない、じゃあ姉妹でパオンちゃんとピエンちゃんって名前の子が生まれるかもしれん。まず上司を下の名前で呼ばない。確かにパオンさんとか言わないよね、名字だよね。まこちゃん20歳は未知だけど、それな。え、でもね、もう16歳になっちゃうじゃん。じゃあ四捨五入したら、え、四捨五入ってさ20になるの。そうだよね。え、やば、生きてはいてください。80までは生きてるでしょ。え、そんな長く生きなくない。つむこさんは、あ、でも65歳が定年だっけ。だよね、あの65歳が定年でしょ。で、あの定年のなんか分かんない、定年とかの、いや、でもやっぱ50歳ぐらいとかのおばあちゃんぐらいだったら甘いもの好きなだけ食べて、うん、行きたいな。甘いものを我慢せず行きたいな。定年退職、老人ホームで会いましょう。もしかしたら老人ホームでアイドルしてるかもしれん。老人ホームってさ自由にご飯食べれるの。スイーツとか食べれる、好きなだけ。老人ホーム入ったら
スイーツ食べたい。老人ホームのアイドルを着想。定年後は VR 三昧。そう、 VR でアイドルを応援しているかもしれない。食事時間決まってる。じゃあ自分でコンビニ行って買うとかできないの、老人ホームって。あ、てかそうだよね。大橋もこ過去80、スタバ行ってくるもこ。ウーバーイーツ、確かに。栄養士さんに管理されるから好きなもの食べるの大変もか。あ、そうなんだ。じゃあ入りたくない。うん、なんなら外で暮らしたいぐらいかもしれない。糖尿病になるからやめてくださいとかで、でも糖尿病になっても食べたいんだって言って食べるわね。あ、健康のために勝手に食べる。あ、健康でいないといけないんだ、老人ホームは。あ、そうなんだ。そういうことか。あ、じゃあダメだね。不健康でも甘いもの食べたいもん。つばこさん80歳の頃にスタバ以上のいいお店できてそう。なんだろう、何のお店かな、いいお店。タピオカの次って何、なんだろう、新たな流行り。まこちゃん太っちゃうよ。だからもうさ、おばさんとかになったらもう太ったってどうでもいいじゃん。だからそう、だからしたら食べる。ラッシー、あー、マンゴーラッシー食べたい。レモネード、一周回って豆。豆はある、ほんと豆美味しい。豆ポテチとかいいと思う。なんか豆美味しくて、この前なんかそう、豆ポテチかなみたいな。そうなんですよ。10年で一周するかタピオカ。じゃあまたタピオカブームかな。豆に反応するの。豆めっちゃ好き、本当に。大豆美味しい。なんかポテチみたいな感じでめっちゃバクバク食べる。豆ポテチとかあるの？ないないない。だから本当にスーパーに行ってる、こう袋に入ってるふかし大豆めっちゃ美味しいよ。なんか芋羊羹みたい。ソブーム再来。あ、そう、ソが売ってるかも。豆ガチ勢。つばこの猫カフェ開業し、あ、猫カフェもあるかもな。猫カフェのバイトかも。私でも経営者とかとなるとちょっと大変そうなんで、あの猫とかそういう生き物管理とかって特にね厳しそうなので、バイトで。うん、娘もアイドルにする。娘は多分いない予定です。ゆでピーナッツ美味しいね。ゆでピーナッツ、ピーナッツ食べれない。サワヤは猫カフェ勤務。私も猫カフェ勤務したい。マコカフェに来て、あ、もしかしたらメイドカフェかもしれない。いや、ないな、猫カフェだな。さやかちゃんと一緒に猫カフェ。こんばんは、はじめまして、はじめまして。ルームフォローお願いします。な、吉祥寺の猫カフェで働きたい。行った、すごい可愛いお店。何だったかな、名前教えちゃった。猫カフェの手まりのおうちっていう猫カフェで働きたい。吉祥寺限定、吉祥寺の猫カフェで働きたいです。猫カフェ休業中で猫さん暇そうだって。確かに今休業してるよね。吉祥寺限定、ウニが店長でおつもこさんが店員。あ、そういうこと。手まりのお家みたいな感じで、ウニのお家って感じで。高円寺はダメ、高円寺あんま行ったことないんで無理です。店
長を雇って猫カフェ経営者になる。あ、そうなんだ。そういう手があるの。猫カフェ。さやのこと、さやかちゃんって呼ぶ人結構少ない、ね、ああ、確かに。なんかさやかちゃんって呼んじゃうんだけど。店長なっていいですか。ちゃんと管理してくれるならね、いいと思うんですけど。完璧な人気店にしてください。23区外なのに人気の吉祥寺。確かに。田舎白公園で一緒にボート乗ってください。あ、別れるんじゃないのそれって。別れようってこと。店長ママにしよう。あ、私ママン店長にするか。ウニカフェの経営者なんでしょ。ウニカフェでしてください。人気店にしてください。うん、足立区で猫カフェしよう。足立区で猫カフェか。大丈夫かな足立区か。足立区で猫カフェか。それ人気になるかな。ちょ、原宿はちょっとなんか狙いすぎてるから。下北沢でどう。あ、まあちょっとあり。下北沢で猫カフェな。あ、名古屋市で猫カフェいいんじゃない。名古屋にしようかな。やっぱなんかでも東京もいいんですけど、なんか名古屋いいなって思って、最近なんかめっちゃ名古屋市に住んでんのいいなと思って、なんか名古屋って行きやすいなと思って、なんか東京はちょっと大変なんですよ。名古屋市でやっぱ将来名古屋で行きようかな。やっぱうん、上前座あたりでお願いします。あ、そうだね、上前座あたりで。じゃあ猫カフェ押すはちょっとあれかな。将来の夢、猫カフェ経営。30歳ぐらいで猫カフェバイトしようかな。おこちゃん名古屋人になったら、そう、使いやすいとか行きやすいっていうか過ごしやすい。あ、もう56分です。早っ。なんか今日も結局絵を描かずになんか喋っちゃった。ルームフォローお願いします。神前図ってほぼ押すやん。確かに神前図と押すってほとんど変わんないね。じゃあ鶴舞。いや、でも鶴舞だとちょっと人少なすぎ。じゃあやっぱ名古屋駅でサンシャイン栄6階で猫カフェ。やっぱ名古屋駅で、名古屋駅で猫カフェやる。星ヶ丘は名前いいよね。岐阜でココナちゃんと猫カフェ。岐阜は嫌だ。いや、岐阜いいと思うんですけど、岐阜ならお団子屋さんがいいかな。はい、じゃあもう終わりですね。早いですね。ハートだるまたくさんね、ギフトありがとうございます。ランキングを読んでいきたいと思います。なんか急に重い。あらあら、ぐるぐるしてる。いきます。13位、ウニアバター。12位、ウニアバター。11位、ウニアバター。10位、ウニアバター。9位、ウニアバター。8位、ウニアバター。7位、イクラアバター。イクラだ、うちの猫だ。でも6位、ウニアバター。5位、ウニアバター。4位、ウニアバター。3位、ウニアバター。2位、ウニアバター。そして第1位は、じゃらららら、じゃん、ウニアバター。わーいって。イクラのさ、ウニ寿司のさ、アバターの人いない、たまに ね。ウニ寿司のアバター持ってる人いない。ウニ寿司の、あのウニちゃん、うちの猫の、たまにね来てるんだよね。今日は多分ウニ寿司の方いないっぽいですね。ウニかイクラ。ウニさんおめでとう。パチ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 、ありがとうございまこ、ありがとう。あーね、イクラなの草、いくら来たイエーイ。58分だ今。じわ、あ、あった、ウニ寿司。ウニ寿司来てくれてありがとう。かわいいでしょこのウニアバター。いくらアバターもセンスある。いやー、ウニアバ来てね。ウニアバ率すごいね。
ちょっと一旦ね、まあ、いくら寿司の方もウニやぼたにしていただいて、最後に撮って出し写真を撮るので、皆さんおつまこうってコメントよろしくお願いします。あ、ウニ寿司はウニ寿司で大丈夫だよ、ウニなんで。なう撮って出し写真撮るよ、みんなおつまこう、おつまこです、おつまこう、おつまこう、おつまこう、楽しかったね、おつまこう、おつまこ、あれ1位のの方がいないんです。おつまこ、あと30秒、おつまこ、あ、いたいたいた、終わります、ありがとうございました。最初はグーじゃんけんパー、バイバーイ、またね、おつまこ、おつまこでした。